漫画でっきょんな、どもども、中年ゲーマーよろさんです。5月7日金曜日、お昼のお知らせ更新のお時間でございます。というわけでやってまいりましたね。ゴールデンウィーク記念キャンペーン第2弾の予告でございます。世間ではもうゴールデンウィークは終わってるようなもんだと思ってるんですが、ロマサガ RS では、まだまだゴールデンウィーク真っただ中ということのようですな。きっとスクエニさんやアカツキさんは、5月半ばまでゴールデンウィークなんでしょうね。むっちゃホワイティな会社なんでございますな。なんと、羨ましい。とまあ、そんなしょうもないツッコミは、その辺にしといて、早速新情報について、確認していきたいと思います。それでは参りましょう。の前にまずはこちらから、新たな技、術連達追加の、お話。ほんと、このところ連達実装の、ペースが上がってきておりますな。ガチャの度に連達が追加されるような勢いでございます。連達が追加されるのはありがたいことなんですけど、ガチャのペースはそんなに上げてほしくないのが、本音ですな。てなわけで5月10日の12時から風術の、トルネードに連達が追加。今年は広告大学テストがなくて、出番のなかった BBA ですが、トルネードに連達が追加されることで、BBA が強くなりますな。なるんかなぁ。なっても、BBA やもんなぁ。使うかなぁ。てか BBA 以外って誰か、トルネード持ってましたっけ？おそらく次のガチャで実装される誰かが、トルネードプラスを所持して、実装なんでしょうね。師匠の方なのか、弟子の方なのかわかりませんけど、ノーマルトルネードがこんな感じでございますので、せいぜい必要 BP が下がるか、威力が上がるか、くらいですかね。予想を上回る魔改造が、来ることを期待したいところですな。5月10日12時の連達追加を、楽しみにしておきましょう。そしてこちらは超重要なお知らせでございます。新たな螺旋回廊チケットガチャの、開催に伴う、螺旋回廊の一時停止についての、お知らせ。ということで、現在開催中の螺旋回廊ガチャに、変更が入り、5月20日から新しい螺旋回廊チケットガチャが、開催とのこと。螺旋ガチャの新スタイル追加ですな。これは楽しみです。そして、それに伴いまして、14日4時から20日、12時まで、螺旋回廊を一時的に、出撃不可にするようです。いつもは20日4時までに登頂すればよかった螺旋回廊ですが、今月に関しましては14日4時までに、終わらせないといけません。まだ終わらせてない方は14日4時までに、登頂しておきましょう。それに伴いまして、現在開催中の螺旋ガチャは6月21日4時で、終了。チケットを使わずに貯めていた方は忘れずに、消化しておきましょう。ではではゴールデンウィーク記念キャンペーンの、お知らせチェックでございます。まずは5月10日月曜日の、お昼から開催のキャンペーンについて、ゴールデンウィーク記念ウルトラデラックスガチャ、ダーハオ編が、開催でございます。というわけで、ガチャ限 SS、しかもウルトラデラックス限定で、ダーハオが登場、リユニオリキャラとしてはバルテルミーに、続いて、本編で亡くなってから実装の、SS スタイルになりますかね？そして皆様、この日を待ち望んでいた方も、多かったはず、四魔貴族ハブラレ役担当の、アラケスもウルトラデラックス限定で、登場、ついにアラケスがプレイアブルキャラとして、実装でございますな。これでようやく四魔貴族が、全員集合でございます。ここまで待って待ちまくってついに、実装ですからね。きっとアラケスはぶっ壊れスタイルになること、間違いなしでしょう。そして、オトマンと新聞も新スタイルとして、登場。今回のプラオチスタイルは、このお二人のようですな。果たしてトルネードプラスを所持しているのは、ダーハオか新聞かこれがわからない。ピックアップが合計4体、すり抜け少なめのガチャでございます。新スタイルがどんな性能になるのか、今から楽しみでございますな。おそらく5月10日12時からガチャ開催でございます。また新スタイルが実装されたらざっくり性能チェックもやっていきます。どうぞお楽しみに。高難度イベント、激闘、ルートビッキ、開催。ということで、現在開催中のルートビッキとの、
戦いで集めた、鎧のかけらを消費することで、激闘イベントに参加可能とのこと。サルウィンやブラッククロス四天王のようなスコアバトルのようです。与えたダメージが一定値を、超えるとゴルピア期間限定プラチケを、ゲット。そして、このイベントでドロップするアイテム、歪んだ彫刻を集めて、交換所で SS 複防具の、カモイのブーツや装備メダルと、交換できるようです。開催期間は特に記載がないようですが、5月24日の4時までですかね。激闘、ルートビッチ育成応援キャンペーン開催。ということで期間中、イベントとメイン前話にて、特定のキャラに育成ボーナス浴びを、付与。どうやらゴールデンウィークガチャ第2弾の、キャラと、リユニのキャラ、杖キャラが育成ボーナス対象のようですな。こちらのアビリティ付与期間は5月24日4時までとのこと。ゴールデンウィーク記念シリーズ別育成応援キャンペーンも、開催。こちらも期間中、イベントとメイン前話にて、特定のキャラに育成ボーナス浴びを、付与。こちらはシリーズ別で2つの、期間に分かれているようです。1つ目のキャンペーンは5月10日、12時から5月14日、12時まで開催。2つ目のキャンペーンは5月14日、12時から5月18日4時まで。ゴールデンウィーク記念キャンペーン中は、対象キャラが多くて育成が、はかどりますな。そして毎度おなじみイベントミッションも、開催とのこと。期間中にミッションクリアで、SS 一体確定10連プラチケを、ゲット。開催期間は5月24日4時まで。ミッションの報酬は3000ジュエルじゃないんですな。ゴールデンウィーク記念の贈り物も、開催。こちらはいつものホーム画面の音符マークがついてるキャラから、アイテムを強奪するやつですな。忘れずに回収しておきましょう。こちらの期間は5月19日4時まで。裏道場の証獲得量2倍と、卵の殻ドロップ量2倍も、開催。期間はどちらも5月17日4時まで。早く卵の殻のアプデ来ないですかねー。2点、5周年の時に、大型アプデが来るでしょうから、それまで我慢ですかね。そしてこちらが最後のお知らせ。ローディング画面のイラストが、期間限定のものに変更。今開催中のものに追加がある感じですかね。こちらは5月18日4時まで。お知らせに関しては以上でございます。やたら長いゴールデンウィーク、記念キャンペーンでございますな。そしてやっぱり第2弾でも、ジュエルの配布を渋ってる感じですな。今回は迷いの世界塔も、開催しているので、ジュエルが欲しかったら世界塔を、登ってねということなんでしょうかね。それはそれで別に構わないのですが、急にジュエル配布を渋ってきだしたのが、気になるところですな。悪い方向に進まなければいいのですが、まあいろいろと気になるところはございますが、新イベントも新キャラも楽しみではありますので、来週もロマサガ RS、楽しんで参りましょう。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。